明大前駅は東京都世田谷区松原2丁目にある京王電鉄の駅である。井の頭北管区所属で管区長所在駅である。京王線、井の頭線の主要駅であり、相互間の接続駅となっている。両線は当駅で立体交差し、京王ライナーを除くすべての旅客列車が停車する。駅名の通り、甲州街道を挟んで北側に、 明治大学の泉キャンパスが位置している。2017年より列車接近メロディに明治大学校歌を採用している。2007年5月24日に駅ビルのフレンテ明大前が開業した。これに先立ち同年3月31日から井の頭線。下りホームに出口専用改札口であるフレンテ口が共用開始された。フレンテ明大前の一部店舗は井の頭線。 下りホームにある、京王線と井の頭線の交差駅であり、各路線に駅番号が与えられている。もともとは東京山手急行電鉄の第二山手線構想の中で山手急行との接続駅になる予定だった。そのため、駅から吉祥寺寄りにある玉川上水の水道橋の部分には、帝都電鉄と山手急行の4千分の複々線の スペースが確保されている。また、ホームの渋谷寄りにある、京王線との立体交差部分にも4線分のスペースが確保されており、エレベーター設置スペースや、資材置き場、E 場設置スペースに転用されている。戦前の明大前駅井の頭線ホーム1935年に、明治大学が駅の近くに移転したのに伴い、明大前と解消された。名前の由来となった。 明治大学泉校舎は、甲州街道を挟んで北側にある。また、開業時の駅名、火薬庫前は、甲州街道沿いに、江戸時代に徳川幕府の炎症像があったことに由来する。この周辺地域では伸びなどの火の用心のためか、特に金量となっていた。明治時代になり陸軍管轄になった火薬庫は、あまり使われなかったようである。 その後の関東大震災を機に被災した築地本願寺の墓地が当地に移転し、現在の築地本願寺はダボリ病所となっている。その後解消された松原は当地のかつての尊名である。京王線、井の頭線ともに相対式ホーム2面2線を有しており、2階が京王線ホーム、1階が改札口、地下1階が井の頭線ホームの3層構造である。 エスカレーターは、井の頭線、下りホームマイナス改札内コンコース間と井の頭線、上りホーム京王線上りホーム間をそれぞれ連絡しており、前車は上り専用で、後車は渋谷寄りが上り専用、吉祥寺寄りが下り専用である。エレベーターは、井の頭線、下りホームマイナス改札内コンコース間、改札内コンコース京王線下りホーム間、井の頭線。 上りホームマイナス改札内コンコース京王線、上りホーム間をそれぞれ連絡している。なおそれらとは別に、井の頭線、下りホームには、出場専用の改札口があり、上りエスカレーターで、駅ビル、フレンテ名大前内を経由して地上へ出ることができる。改札内コンコースと井の頭線、下りホームに店舗が出店しており、校舎は、フレンテ名大前開業後は、 ドービルの駅中店舗の扱いとなっている。ドービルの工事開始以前は、下りホーム中央部に、無事故と称する人工池が存在した。トイレは1階改札内にあり、2013年3月に改装された。ユニバーサルデザインの一環である誰でもトイレも設置されている。2001年2月には、ホームの屋根に太陽光発電システムが導入され、発電した電力を、 駅の電気施設に供給している。このシステムは、新エネルギー、産業技術総合開発機構との共同研究により設置したもので、最大発電容量は3 0ットである。京王線では当駅を含む高価化計画があり、完成すると、現在の相対式2面2線から島式2面4線に増強される。各年度の1日平均乗降乗り換え人員は、 下表の通り、各年度の1日平均乗車人員推移は下記の通り、駅前の広場は道路の幅が狭かったため、ロータリーはない。2009年時点では、新入道路の拡幅工事が完了し、アクセスの向上が図られたものの、車両用ロータリーは整備されなかった。北に明治大学泉校舎があり、学生向けに喫茶店や文具店、ファーストフード店、 安価な食堂などがあるが、駅前商店街としてはそれほど大きい規模ではない。駅前には、タクシー乗り場がないため北側の甲州街道まで出る、必要がある。注釈出店、ありがとうございます。